りと。ん？どうした？考え事してるみたいだけど、何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。もしかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか。それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピネ要塞に持ってきてて本当によかったぜ。で、どんな夢を見たんだ？タルタリアの行方が分かったのか？そっか。でもこれから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのはオイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた監視のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったからちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。おお、そんなに長いのか。先輩よろしくな。何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。今、ルールって言ったか？ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた？まあ、話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たち、そのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え？それもルールなのか？もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ？俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか？実はこのルールについては
ある噂があるんだ。聞いた限りじゃ、そいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日、彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業し続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後、彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え？あ？君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。なんだこれ、まずそうだぞ。お前の作った料理が恋しいぜ。午後はどうする？今日は現場監督が超機嫌だといいな。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。どれどれ、うん、悪くない品質だ。特別許可券を持って行っていいぞ。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。したくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするんだ？よし、もう少し頑張ろうぜ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可券が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラたち、自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。
限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ、話す気力すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。疲れた。働き同士でおいらもうクタクタだぞ。待て、そういえば今日ってもう働き続けて3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何にもなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んじゃ、これなんだよ。おいらのご飯なんで、お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルジーじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルジー、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を生産しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああ、それか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。問題ないってことないだろう。おい、行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。どうしよう。ウォルジー、すごく不機嫌そうな顔してたぞ。もしかして、何か隠してたんじゃないのか？そうだな、他に方法はないみたいだし。はあ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする。おお、変わった人が何人かいるなっていうのには前から気づいてたぞ。あ、どうも。あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに堅
すみません。あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって、どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。遅い。シゴイン、お前医務室にいるはずじゃないのか。清掃エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって、何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない、うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。うん、気をつけるぞ。ありがとな。この世に純粋な自由なんてないのさ。風さえいっ、の旅人にパイモン皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え、これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは特別許可券を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。
ついてこいなんて言ってない。遅い、ついてこいなんて言ってない。あれ、ローワン先輩じゃないか。どうしてここに？あと、さっきちょっと怪我しちまってな。なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローワン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部新運員さんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え？医務室に誰もいなかったのか？ああ。噂じゃ、昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな。シグインはいつも仕事熱心なのに、こんな時間にどこに行ってるんだ？別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグインさんの手を煩わすこともない。ついてこいなんて言ってない。よかった。特別許可券ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモナが好きだからって、さすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか？いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。おい、なんでいきなり特別許可券をくれるんだ？あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可券は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひっ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。遅い。見ろ、ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグインのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。な
この子真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。ついてこいなんて言ってないよ。天へと舞え。遅い。中断して休むか。わかった。じゃあゆっくり休んで明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。俺起きたくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあどうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする。おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。サービス速報を一つ。属性を見下ろす。ついてこいなんて言ってないよ。君は旅人だろう。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。
ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可券が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。コリンズの言う通りね。頑張って的を狙おうぜ。よっ。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しいやつは君と同じリングには絶対立ちたくないだろうね。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だから、ゆっくり慣れればいいよ。試合を何回か見ていれば、報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか？十分な特別許可権を持ってるなら、適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。よくないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援するやつがいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与えるっていうのか？ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？おい、本気か？嘘だろ。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。
ちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。午後はずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあ、どうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東韓国エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか。変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいな、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。おい旅人、パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？オイラまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。おお！昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？
だ。ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色ちょっとヤバくないか。うわやめろ、それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。ウギ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの心からの警告だぞ。さあどうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可権が欲しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。ついてこいなんて言ってないよ。ついてこいなんて言ってないよ。配り切らないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。本他社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。はあ、もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ自社の商品の価値さえわかってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない。だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよくわかっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこいとも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。遅い遅い。
本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？おいらはちゃんとおいらに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。